こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日はラーメン屋の麺屋鈴春についてのお話をしたいと思います。はい、あの本郷三丁目弓矢さんから徒歩2分にある麺屋鈴春というラーメン屋さんですね。はい、あのこちらですね、ラーメンでも有名な新小岩の麺屋一棟の出身の方がですね、新しくね、作られた店舗なんですよね。はい、出店当時からね、すっごい話題になっておりまして、もうさすが本郷三丁目ですね。もうラーメンとかね、グルメの激戦区なんですが、はい、鈴春さんがね出店するということでね、当時すっごい話題になってたんですよ。麺屋一棟のね、ご出身ですね。はい、でね、早速ね、オープンしたてね、食べ行ったんですが、もう本当にすごい人なんですよ。ちょっとね、並ぶのを覚悟でね、行ってくださいね。はい、で頼んだのは醤油ラーメンが定番ということで頼んだんですが、もうすっごいすっきりした出汁の効いた醤油ラーメンなんですよ。ストレートの細麺でね。はい、女性がでもね、つるっとね、食べられてしまうようなラーメンですね。はい、他にもですね、つけ麺とかね、塩ラーメンとかね、金曜日はね、豚島くんというね、ラーメンもやっておりますけどね。はい、何種類もあるので、もう何回も行けるね、ラーメン屋さんですよね。はい、もう本当にね、美味しかったです。私もね、また行きたいな、なんて思ってます。豚島くんをね、挑戦しにね、行きたいです。はい、ということで、今日は、ラーメン屋の麺屋鈴春についてのご紹介でした。ご清聴ありがとうございました。